定刻となりましたので、ただいまから、会見の96条改悪反対連絡会議が、主催をします。自民党の会見、発議をストップさせよう、6.9、労働者市民集会を開催いたします。私は本日の司会を務めます、96条連絡会議の事務局土松勝則と申します。どうぞよろしくお願いします。今国会が会期末を迎える中でですね、今重要法案が、連日国会で審議されるようなそういう状況を迎えております。昨日は、重要土地、規制法案をめぐって、朝から終日ですね、夜まで国会前で座り込みがありました。で本日も、国民投票法括弧付きの改正案をめぐって、今参議院の憲法審査会でちょうど、今、審議が行われている最中です。お昼の国会前の集会に参加されてこちらに来られた方もいらっしゃるのではないかと思います。まさに今同時進行で行われているということでですね、私たちも緊張感を持ってこの集会を行っていきたいと思っております。私がなんていうか、関心を持っていつもブログを拝見しております沖縄のですね、反基地辺野古の反基地運動を取り組んでいらっしゃる、作家の目取間俊さんがいらっしゃいますけれども、彼がブログで海鳴りの島からっていうので書いてある文章の一節を読みます。新型コロナウイルスの緊急事態宣言下でも工事は毎日変わらずに行われている。ちょっと飛ばしまして、何もしなければ話題にもならず人々から忘れられていく。新型コロナで消えていくのは飲食店だけではない。市民運動団体も創意工夫して行動を続けなければ生き残れないだろう。横並びで行動を自粛していればいいという考えのリーダーばかりなら沖縄の市民運動は衰退を待つばかりだ。このような文章を自分のブログに掲載されております。これは何も市民運動だけではなくてですね、労働運動、大衆運動全体、今このコロナ禍の中で我々の存在理由っていうのが本当に試されていると思います。今国会で自民党がピンチをチャンスにっていうと考えてですね、重要法案のきなみ強行採決しようとしているそういう中でありますけれども、今日は講師に私たちの会見の96条改悪反対連絡会議共同代表で、戦争させない一千人委員会の事務局長の、内田正俊さんをお招きして、講演をしていただきます。最後までしっかりご参加いただきますようによろしくお願いします。はじめにですね、主催者を代表して会見の96条改悪反対連絡会議の二瓶久勝から挨拶をさせていただきます。じゃあ二瓶さんよろしくお願いします。ご紹介に預かりました二瓶です。内田先生に呼んで講演会を何回か契約しました。第1回が多分2月28日と、あと6月の5日ですね。それ2つとも緊急事態宣言で
開催できなくて今日に至ったわけであります。我々はここの会見の会議の表題にもなってますが、できたのはですね、もう何年か前、もう十数年だと思いますが、基本的には96条改悪反対ということでこの会議を作ったんです。今まで、まあ、スクール理由で、96条改憲の問題なり、憲法の問題なり、集会をできなかったことについては皆さんにお詫びを申し上げて、今後憲法問題についても力点を置いて、まあ、やっていきたいというふうに考えています。何点か改憲の立場を表明して、挨拶を変えたいと思います。第一点は、皆様ご案内のように新型コロナはですね、世界的な例から見てもPCR 検査をして感染者を保護する、それでだんだん感染がなくなっていくということは明らかであります。そしてそれを日本の安倍政権なり菅政権はそれをしてこなかったんです。今の東京都の検査状態を見てくださいよ。 PCR 昨日が4000台、それは何を意味するのかということを考えますと、このままにね、感染が抑え込まなくてもいいから、その結果によって中小企業がバタバタ倒産して大企業に集約されていく、これが一つです。二つ目は、私も後期高齢者に入ってますけれど、今死亡者が約1万4千人くらいです。高齢者が多いんです。高齢者などはですね、年金の問題とか医療費の問題がと考えればね、もう死んだ方がいいというふうに思ってんじゃないですか。だって彼らは記者会見でですね、亡くなった人をお悔やみ申し上げますと言ったことありますか。小池さんだって菅さんだって安倍さんだって明らかじゃないですか。この状態を作ってるのがですね、菅政権なんですよ。そしてさっき土松さんが言ったように、重要法は軒並み通す、今までやってこなかったことをやってるわけでしょ。国民投票もそうだし、デジタル庁もそうだし、土地の問題もそうだし、全部通してるんじゃないですか。そういう菅政権の目論みがあるということをきちっと我々は見なくちゃいけないというふうに考えております。まあ、さらに今ですね、テレビに、まあ、あんまり見ないようにしてるんで、うち言いましたテレビにどうしても見ましたら、今ですね、ワクチンと東京でパラリンピックじゃないですか。全部ワクチンについても打たない方がね、非国民だという的な報道でしょ。オリンピックも、まあ、ワクチンのネットをちょっと調べてみますと、こういう問題点があるってのは言わないわけですよ。厚生省のネットを調べるとですね、ワクチン打ってすぐ死んだ人が55人いるんですよ。その人たちは医学的にはワクチンと関係ないと、がんができてたとか体調悪かったとかって葬られてるんですよ。55人もいるんですよ。して何ですか、アナキシリンとかなんていう病気、それもね、1000人はいるんですよ。そういうリスクをですね、明らかにしてないんじゃないですか。ワクチン、ワクチン、ワクチンっつってね、で今度は最初は高齢者からだったのが今違うんでしょう。だんだん若い人に降りていって、小学生まで12歳までいうことにしてるんじゃないですか。でまあ、動ける高齢者はいいけど、動けない高齢者はいっぱいいるんじゃないですか。うちから一人身で出れないって人が3600人いるって言いますけどね、そういう人はそのうちにどのくらいいますか。それはそういう人はワクチン打てないわけですよ。そういうことを考えないで
自治体任せでワクチンワクチン、それやればオリンピックはね開催できるというやり方じゃないですか。専門家がちょっと意見言うと全部切っちゃう。オリンピックは何が何でも開催するというやり方でしょ。オリンピックのこの間言ってましたけど、ディレクターなんかは1日35万ですよ、給料が。あ、給料じゃないですよね、日給が35万で40日か50日働くといらない金なんじゃないですか。それは明らかに分かってるのに国会では全部逃げるというやり方をしてるんじゃないですか。そこはきちっと見なくちゃいけないと思うんですよね。ねえ、オリンピックは IOC の主催だから日本は口出せない。じゃあ植民地なんですか日本は。そうなっちゃうでしょ。口出せないって言うんだから、そこをねきちっと我々考え、マスコミはね、まあ多分私朝日新聞のずっと取って不安なんですけれど、この間社説で出しましたよね、オリンピックは開催すべきじゃないって社説を。しかし報道自体もねオリンピックのことを中心に報道してるんですよ。マスコミも放送局も上げてワクチンとオリンピックですよ。これじゃあですね、テレビをずっと見てる我々は頭がおかしくなりますよね。だからどうしてもオリンピックやった方がいいと、ワクチン早くと。まあ私もあのワクチン打つことで家族会議やったら打った方がいいって言われたからまあ私もねあのだから打つことにしたんですけどね、そういうリスクをきちっと表明して死亡したってのは因果関係分かんないってことを報道されたらね、ワクチンを抑えるんじゃないですか、打つのを考えるんじゃないですか。それはそういうことが、ね、あるということで、そこはきちっと、特にオリンピックなんかはね、ワクチンがなあちゃ新型コロナなくても私反対なんですよ。こういう状態になくても、だって金儲けしみるでしょ。バカさん来たら400万とかな、スウェートの泊まると4万4千くらいで、してねオリンピックの家族全部3000人も4千人も呼んで、みんなそういうこと負担するわけでしょ。そういう金儲け主義と大資本中心主義のオリンピックはね、我々はコロナがなくても反対しなくちゃいけないんじゃないですか。そういう今状態になっていると。したがって一番きついのはやっぱり何回も言うようですけど、非正規労働者を含めた社会的弱者ですよね。今失業率が高止まりしててね、200万とか250万とかいます。で隠れ失業者って人も多いんですよ。して倒産件数が、ね、あの統計でも政府統計でも1500件とか2000件出てます。して食いない人がいっぱいいるわけでしょ。まあこの間も言いましたけど、生理用品も買えない、そういう実態を放っておいてね、なぜオリンピックなのか、そういう視点を持たないといけないと思うんですよ。さっき野間さんが読んだ辺野古、あの沖縄の人 の事例ですがね、そういうことで今労働組合はねやっぱりこもってるわけですよ、組合の中に。まあこもってるって言い方はちょっとおかしいと思いますが、外に出るな、集会もするな。まあ私の出身のオリジナルの組合でも団体交渉の人数も減る、組合大会もできない、そういうことだったら組合の団結なんかどうやって保つんですか。そういうところに追い込まれてるいうことをきちっと私は知るべきだというふうに考えています。会見の方はコロナがなくてもオリンピックに反対です。そうですよ、こんな状況の中でねオリンピックやること自体が許せないわけだから、それははっきり言っておきたいと思います。あとは国民投票で藤田先生の話を聞けばいいんですけど、1点だけ気になった点になっておりますと、
やっぱりこの投票はですね、まあ立憲がコマーシャルの問題含めて修正4項目ですか、全部自民党に受け入れた。して二階幹事長と立憲の幹事長だったか福山さんが文書化してるわけですよ。今国会で成立させる、11日成立させるそうです。今日本当は本会にやらせたんだけど抵抗もあって、だからそういう立憲民主党のやり方じゃないもんかし、どこが問題かっていうのは最低投票率も決めてないし投票率も決めてないんですよ。まあ石田先生とか飯島先生の論文を読みますと、国民のね10分の1とか8分の1とかっていう賛成で決まっちゃう。これはそれほどそれはおかしいでしょ。最低投票率は関数とか何とか決めないか、ね、一番土台である憲法がそういうことで決められること自体が納得いかないし、普通の公職選挙法に順次で扱うのはおかしいんですよ。これ自体そこをきちっと我々は見て、まあ、立憲民主党に私もしないですけれど電話かけて最低限廃案にしろと。だって約束したって二階さんなんかいつも嘘ついてるわけでしょ。だってあんなの保護にしていいわけですよ。最低限の共産党と組んでね廃案にしてそこから出直すということが普通でしょ。何を立憲の人たちも心配やってるのかね分かりませんけど、立憲民主党批判をね我々が抑えてるんですよ。我々が抑えてるんですよ。どこの集会行っても立憲の立場を持って次の選挙の共闘でしょ。そこはさ言うこと言わないでね何が共闘だって言うの。私はそこはきちっとやんなくちゃいけないだろうと思って、国民投票については万が一可決されてもですね我々はずっと廃案を主張していきたい。それはやっぱり地域開発の運動ですよ。運動と選挙選挙運動も大事です。しかし一番大事なのはその選挙運動を支える我々も地域の運動だし、組合中心にどうやっていくのかということが大事だと思います。そこはきちっとこれからを頑張りたいという私は思います。まあ指宿先生も私友達なので時々メールもらいますけれど、スリランカの女性がああいう形になって大々的に報道されてね、入管法は廃案にした。あれは我々市民とかあるいは当事者の力だと思います。だからその入管に入れられたビデオは明らかでないわけですよ。明らかにしてないわけよ。だからあれはですね普通考えるのは人権蹂躙して医者に見せなくちゃいけなくても見せなかったというのが世界中に明らかになるわけじゃないですか。日本はいろんなところの人権の問題言ってますよ。しかし自分のところはどうなんですか。ビデオも見せられない。自分たちが刑務所に入ってる人とかその入管に入ってる人たちはどういうふうに扱ってるんですか。それをきちっとやっぱり我々は明らかにさせない限り満足はできないというふうに考えています。まあ何点か申し上げましたけど、そういう立場で今後とも運動を展開していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上になります。はい、ありがとうございました。それでは本日の講演に移っていきます。内田雅俊さんの講演ですけれども、改憲をめぐる情勢は今どうなっているのか。そして私たちは今何をなすか。それでは内田さんどうぞよろしくお願いします。
違うけれど、会見の手続き法について話をするということなんですけれど、2000年の11月30日にですね、今から20年以上前ですね、憲法調査会を傍聴したことがありました。衆議院の当時都知事の石原慎太郎が参考人として登場してですね、そしてその話をしたんですけれど、そこで石原慎太郎が会見手続きなんて必要ない、国会の多数決で憲法廃止決議をすればいいと、こういう無茶なことを言ったわけです。で、それを聞いた時にですね、私は傍聴席にいて、国会にそんな権限はない、これはその国会の多数派に対してその憲法破壊のクーデターをね、調査するものだと、当然その他の委員たちがですね、そういった権限は国会にないというようなことを石原慎太郎に質問するかと思ったら誰もしなかった。とにかくみんななんか石原慎太郎を恐れるような感じですね、今日は石原先生と呼びましょうか、都知事と呼びましょうか、どうのこうのってね、そんなことをやり取りしてたんですね。で、本当にその暴論だと思ったんです。ところが2014年の皆さんもご承知のようにね、忘れもしない、あの7月1日の閣議決定による集団的自衛権行使の容認というのはですね、まさにその国会の閉会中に、国会の多数決どころか閉会中に閣議決定でもって、戦後ずっと歴代政権が言ってきた集団的自衛権の行使はこれは憲法上できないんだというのを変えてしまったわけですね。そして翌年の2015年の9月19日未明、安保関連法制を強行採決した。まあ、この一連の流れについて石川健司東大の憲法学者はクーデターだと、まあ、こういうような言い方をしたわけですけどね、まさに2000年の11月30日に石原慎太郎が言っていた以上のことを安倍政権はやってるわけです。そういった意味では事実上9条については会見はもう行われてしまっている。そのことはですね、2000年に第1次アーミテージリポートというのは10月に出されたんですけれど、それ以来2020年まで第5回にわたってアーミテージリポートというのは出てるわけです。で、2000年のアーミテージリポートで何を言ってたかというと、憲法を変えろと、あるいはそれはそのあるいは集団的自衛権行使の容認をしろと、どちらかでいい、それをやれと、まあ、こういうことを言っていた。そして2001年の3月に自民党国防部会文書が出てるんですけど、そこにおいては安定リポートを引用してですね、そして集団的自衛権行使の容認、武器輸出規制の緩和、秘密保護の制定、こういう3つのことを言っていたわけ。今20年経って全てが実現している。まさにその集団的自衛権行使の容認、そして武器輸出規制の緩和、防衛装備品という名前を使ってですね、で経団連はその、武器輸出をその国産としようと、まあ、こういうの、そして秘密保護を、強行である、そういった法律が成立されている、まあ、こういうふうに今の政権というのはね、何をやるかわからない。で、彼らが言うときに、その言う場合に何をその理由とするかと、安全保障をめぐる環境の変化、すべてこれで問題をその解決しようとしているわけです。で、安全保障をめぐる環境の変化というのは何かというとですね、かつてはソ連の問題だったのが、今度ロシアの問題から北朝鮮、そして今中国、今日本社会はですね、
反中国というのがトレンドになっている。もう反中国を言えばみんなの支持を得られる。そしてそれによってその一切をその突き落としていると、台湾有事というようなことが言われている。6年以内に台湾有事が起こるかも分からないとアメリカの軍人がそう言っている。この軍事予算をね、軍事予算を取るために、そしてその軍事産業、そういった意向で動いているわけです。もちろん中国の今のね、その戦狼外交、いろいろその問題が、大きな問題があるわけです。しかしそれに対抗して訪韓外交をやってですね、そしてその米軍と共同するだけじゃなくて、この間はなんかフランスの陸軍と自衛隊がその九州で共同訓練されて、でこの秋にはイギリスの航空母艦が、空母がですね、日本に来ると、まあ、こういうような状態で本当にかっての集団的自衛権行使の容認はできないと。専守防衛だけなんだと。日本に対して攻撃があった場合に初めて自衛隊はその出てくるんだというのはですね、全くどこかに飛んでしまっている。でこういうような状況の中で改憲手続き法が今強行採決をされようとしているわけですね。どんな法律を作っても平気で破るこういう今の政権である。そして憲法の改憲手続きというのは、手続き法というのはですね、他の法律と違って憲法は国の根幹であり、そしてこれが生まれにあたってはですね、今から76年前、自分の生まれた年だからね、敗戦の年がすぐ自分の年だから76年前、そのアジアで2000万人以上、日本で310万人の死者、そういう戦争をして、そして74年前に憲法を制定したと。その憲法も沖縄のキリストの上に成り立ってたと、まあ、いうような問題があるわけですよね。でそういうような問題をもろもろ考えて、本当に憲法を変える必要があるのかどうかという議論はですね、まず大前提として十分な情報が伝えられると、正確な情報が伝えられると、そして十分それについて議論がなされると、そしてその仮に投票ということになった場合にはですね、国民の意思が明確に表明されるという、こういうようなことが保障されなければですね、改憲のための手続き法にはならないわけで、今回の改憲手続き法の問題についてですね、日弁連弁護士会はいろいろ声明を出しております。今回の声明は、日弁連の声明はペラ1枚です。1枚なんだけれど中身はしっかり言ってる。本改正案は駅や商業施設での共通投票所の設置や期日前投票の弾力化など、2016年の公職選挙法の改正に伴い導入された投票環境向上のための7項目の規定を整備するものである。しかし日弁連は憲法改正手続きに関して有料広告制や最低投票率等の8項目について見直しを求めてきたと。それがこの今日資料として配った2009年のその弁護士会の声明である。しかしそれについて全く何にも議論されてない、答えられてない。ただ共通投票所の設置や
期日前投票の弾力化など、投票環境向上のための7項目の議論に過ぎない。根本的なところであるこの8項目、特に有料のラジオテレビの広告の問題、それから最低投票率の問題、こういった問題について全く議論されてないじゃないか、まあ、こういうような意見であるわけです。でこれはその通りなんですね。でそれで2009年、今から10年以上前、13年前になる、12年前ですか、その時の意見書を教師用として配ってきているわけです。その中では8項目にわたって問題点を指摘しているわけです。一つは投票方式及び発言方式についてです。これについては当初一括してというこの間さ、あれですよね、いろんな法律がたくさんの法律がですね、いろんな情報があるのがなんか一括提案というのが出て、本当に短い期間に審議をされて可決されてしまっていますよね。で憲法改正についてもこの間のは全部かっこつくの改正なんですけど一括というのは当初いろいろ言われた。でそれは今あまりに問題が多いんじゃないかということで、個別ごとに判断すると、まあ、こういうようになったわけですけど、しかしその場合にも関連性のあるものは一括してと、まあ、こういうようになってるわけですね。この関連性というのが専門なわけです。例えば自衛隊をその存在を憲法上明記すると、そして自衛隊の活動を国内だけじゃなくて海外にも許した場合にですね、自衛権を明記することについては賛成の人がいる。しかし活動は国内に限るべきだと、こういった人も意見を得るわけです。しかしこれが一括性のある場合にはですね、これは国軍の意思が正確に表明されない中で改憲が進められると、まあ、こういうことになるわけです。ですから一括じゃなくて個別の審議である。しかし関連性という言葉をもう入っているがゆえにですね、これについてどん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 これを拡大する。今までそういうやり方やってきたわけだからそういうやり方が強行される可能性は十分ある。これがその厳密の意味において厳格な意味においてその一括じゃなくて個別に国民の意思が表明されるようにされなければならないという問題があるんですが、それが解決されてないとそれから2番目にその公務員、特に教育公務員に対する運動の規制について、でこれについても この意見表明と勧誘するというですね、このことについて、十分その扱い以下によっては運動が萎縮される、そしてその各公務員個人の持っている憲法に対する思い、表現の自由、そういうような問題について十分に配慮された上での規制であるのかどうかということが、これが十分になられていない。まあ、3番目に組織的多数人数買収のこの新たな刑罰規定を設けることについてはですね、これについては
罰則が、なくなったとしてもですね、こういうような規定を設ければこの規定に基づいて、身分上の処分が出される、懲戒処分が出される、まあ、いうような規定があるわけです。で、4番目に国民に対する情報提供で広報協議会となるんですが、これについてもその広報協議会の協議会のですねメンバーの構成について、その公平性が担保されるのかどうか、まあ、こういうような問題点があるわけです。で、一番の問題のうちの一つは公費による、この3番目のですね有料健康広報層のあり方についてここにあるわけですが、まあ、その前に公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用について、これについても誰がこの機会を与えられるかと、政党、あるいはその政党が指定する団体、これについて幅広い団体が利用できるようにすべきがあると、まあ、こういうような問題点があるわけですね。本当に公平にみんなが自分の意見を表明されるような形での公費によるテレビ、ラジオ、新聞の利用についてがなされているのかどうか、まあ、ここにおいても公平性、中立性ということが問題になっています。そしてその最も問題になっている、全くまだ解除されてなくて今後も継続的に協議されることになっている有料の意見広告、これをまあずっと言われてきているわけですね。14日前、投票の前、14日前からはこれは、勧誘を求めるその広告についてはですね、これについては規制されている。しかしそれが14日でいいのか、ずっとその前に大量にお金を使ってですね宣伝がされてきて、投票日の14日前に、それが禁止されるということによって、果たしてその正確な情報がみんなに伝えられることが保証されるのか。しかもこの14日の規制は意見表明は別なの構わない、投票の当日まで意見を表明することは可能か構わない、 CM を通じてですよ、自分はこう考えると、こういう意見表明は許されているわけです。で、そういうような状態で有料の広告放送が放置されるならば、これはもう公平な情報の提供はなされない、圧倒的に財力、権力、そういったものを持っている方が有利なことはもうはっきりしてるわけですね。で、そういう問題が全く解決されてない。そして発議後、国民投票までの期間についても、まあ、運動会ですよね、これについて60日から120日と、まあ、こういうようなことになっているわけですけれど、憲法改正発言が流れて、その内容について本当にみんなが正確に内容を理解して、そして十分にそこで議論をすると、これが60日の間でできるはずがない、120日だって足らない、1年以上かけて十分に議論し、どういう問題点があって、果たしてその言われていることが本当にそうなのかというようなことを十分に検証した上で、正確にみんなが意思表示できるような、そういう投票のあり方になっちゃならないです。これが
保障されていない、まあ、こういうような問題点があるわけです。そして重要なうちのもう一つある最低投票率、これが過半数ということなんだけれど、有権者のどれだけが投票した場合にその過半数によって憲法改正がなされるかということを考えた場合ですね、昨今の選挙の投票率、あの広島の先日の衆議院の選挙でもですね、野党共闘で勝ったわけですけど、投票率が非常に低かった、まあ、こういうような投票率が低いことっていろんな原因があるわけですけど、そういう投票率の低い中でこの最低投票率が定められていなければですね、本当に半分の投票率、仮に 50% でそのうちのまた半分ということになればですね、全体の 25% あるいはその下手をすると 20% というような形で憲法が変えられてしまうと、まあ、こういう問題があるわけです。新たに憲法を制定するわけじゃないですよ。現在の憲法を変えた方がいいという意見が、例えば有権者の 20% だとか 30% だとか、そういったことで変えられてしまうわけです。投票率に関する規定がなければ当然これについては投票率を最低投票率というのをですね、その定めなくちゃいけないし、そしてその最低投票率についてはどういう投票率にするのかということについても、諸外国の例を見ながら、今までの諸外国の例の参考にしながら議論をしていかなくてはいけないだろうと。そして7番目に国民投票の無効の裁判についても、定期期間がですね、30日以内、1ヶ月以内にその投票内容のその十分にその手続きをですね、その精査して提訴するということができるのかどうか、もっとこれについては長い期間考えるべきだろうと。その長い期間がどれだけいいのかというのは、これまた議論がある。しかもそれが訴えることができるのは東京高等裁判所だけだろう。それはおかしいじゃないか。高等裁判所に訴えるというならば、全国に8つの高等裁判所があるわけだから、そこに訴えることができていいはずではないかと、まあ、こういうようなことを言っているわけです。外野の今のような問題点、これを指摘してですね、そして国民投票法について問題がある、この点についての具体的な内容については、さらにその中に諸外国の例を規定しながらですね、いろいろ書いております。例えば、11ページというところで見てもらえますか。ここではですね、政党諸外国の例を見ると、イタリア、フランス、フィンランドでは有料の意見広告を全面禁止にする一方、公費を使用して一定の公平なルールに従った意見広告を政党等に限定することなく、広く一般の団体等にも保障している、まあ、こういうようなことを言っているわけです。で、この公費による意見広告の利用できる団体を誰がどのような基準で選定するか、イギリスでは独立公正な委員会が
団体の資格審査を行うものとされている。我が国でも第三者に関して独立公正な資格審査委員会を作り、それが団体を審査する制度も考えられる。まあ、こういうようなことを提起をしているわけです。それから、有料広告の在り方については、もう少し詳しく言えば12ページのところに書いてあるんですが、手続き法では投票の14日前までの有料意見広告放送に関しては何らの規制を加えられていない。しかし、テレビとの電波は限られているところから全く規制を加えなくても構わない。改めて検討する必要がある。放送事業者に対しては放送法第3条2の1項の規定の趣旨に留意するように求めていると。で、この第1項というのは放送番組の編集にあたって政治的な公平性の確保や意見が対立する問題では多角的な視点から論点を明らかにするように求めていると。この規定は放送事業者の編集権に対する配慮規定であり、意見広告放送に直接関係するのではが、意見広告放送においては憲法改正賛成派と反対の意見について実質的な公平性が確保されるように慎重な配慮が必要である。こういうようなその実際問題としてですね、その電波の限られている中で本当にこういう公平性が、確保されるのかどうかということを言っているわけです。で、13ページで、国民投票までの期間のことですね。60日以降、180日以内に規定しているという。しかし、これはその非常に短いということを書いているわけですよね。国民投票に向けた活動は選挙と異なり、政党や議員候補者がその政策を国民に訴える考えというものではない。主権者たる国民が長い将来にわたって国のあり方を決めることになる憲法の改正について判断するためのものである。そこでは国民は単に情報の受け取る地位にとどまるものではなく、国民自ら様々な運動を行うことが想定されなければならない。資金力のない一般の国民にとって現実に可能な運動は個人やグループで集会を開いたりビラを配布したりしてその考えを訴えていくことがある。ところが現実に集会を開くとしても開こうとしてもですね、会場の確保だけでも数ヶ月先の予約が必要である。公共施設を借りて集会を行うとしてもその準備には短くても半年は必要である。これは皆さん現実にね、この集会を準備している中で感じていることだと思うんです。そうすると、また憲法改正という問題は、将来の長期にわたって国のやり方を左右するものがあるから、冷静な判断が必要となる。十分な情報交換と、意見交換活動を現実な処理をまた一人一人の国民を十分に熟慮した上で投票できるようにするためには最低でも1年という間どうしても必要だと考えられる。これは皆さん現実に活動しておられてですね、ストンと胸に落ちる内容だと思うんです。これが2、3ヶ月でできるのは到底思えないと、いうことで、14ページのところに最低投票率と過半数についてと、こういうことについての解説がしてあります。最低投票率とその過半数をどのように考えるべきかの問題は、結局投票権者の中のどのくらいの割合の人が憲法改正に賛成した場合に憲法改正が正当化されているのかという基本問題に帰着する。この点、最低投票率について手続きを全く規定を置いていない。しかし最低投票率を定めないと投票権者のほんの一部の賛成により
憲法改正が行うことになってしまう。例えば投票率の 40% の場合に投票者の過半数により憲法改正が承認されることになると、投票権者の 20% ぐらいの賛成で憲法改正が行うことになる。しかし憲法改正という問題の重要性を考えると、投票者の 20% 程度の賛成で改正を行うことができるとするのは重大な問題が残ると言えようと。特に各候補との関連性に疑問が残るような一括投票が仮になされたとすれば、投票に躊躇する国民が多くなるため、投票率が大きく下がる恐れがあると。これに対する歯止めとして最低投票率の定めが必要だろうと。ましてやこの投票要件で憲法の全面改正や新憲法の制定のような改正もできるという考えが取られた場合には、その合憲性、正当性にも重大な問題が生じるようなものがあると、まあ、こういうようなことを言っている。これはもっともなことは、普段皆さんご理解いただけると思います。ところで最低投票率を規定することに対しては、最低投票率を定めればボイコット運動が起こるとして、これを否定する議論が存在すると。しかし投票をボイコットする運動も憲法改正問題に対する国民の対応の一致対応であり、これを非難することは想像ないと考えられると、まあこういうようなことですね。で、下の方へ来てですね、そこで最低投票率の割合に関しては常任意見があるが、弁護士会は全有権者の3分の1する立場であるが、これは最低投票率が全有権者の3分の2にしなければ、全有権者の3分の1以下の賛成で憲法が改正される場合があることになり、3分の2でこれで過半数といった場合に3分の1ということになるんですね。ですから、ここに書いてあるように、その場合には全有権者の3分の1で憲法が変えられてしまう可能性があるということで、考えたようなものである。で、しかもこの改憲手続法にはですね、過半数の賛成、有効投票の過半数を採定したために、この無効票、これが基礎票から排除されると。無効票というのは、これは別に賛成してるわけじゃないんだから、賛成がその過半数になった場合に憲法改正が成立するわけですから、無効票というのは賛成してるわけじゃないんだから、当然これは分母に、過半数の分母に入れるべきなんですね。しかし、それを入れないとするにも問題がある。まあ、こういうような問題点を持っている、その内容であるんです。仮にこういったような問題を、さまざまにいろんな形でクリアしていったとしてもですね、今の政権は何があるかわからないというのを冒頭において述べたとおりです。で、この改正手続き法は、この、現状で言ったならば、本当に今言ってる問題点がですね、解決されるになさる。現に衆議院で付帯決議をしてね、その有料の意見交付等について議論するという、その議論がなされる前は解決の発議ができないんだというのが野党側が言ってる。しかし自民党の側は、与党の側は、いや、その前でも解決の発議ができるんだと、まあ、こういうようなことを言ってるようにですね、実際にはこの法案が最初に出されて十数年経ってもこの問題が解決してないように、これから先もこの今の付帯決議の内容について十分に議論されて合意に達するということは考えられないわけですね。考えにくいわけです。でも考えにくい中で手続きだけで、その会見の発議がですね、そのなさる可能性があると、まあ、こういうような大きな問題があると
こういう法案なわけです。今日はまあ強行採決されないようですけど、11日にはなんかその強行採決されるというのが多くあるようで、もう本当に今頃になってこんな集会やってる場合じゃないと思うわけですよね。今日ここに来てていいのかなと思いながら来てる人たちがいるんじゃないかと私は思うんですよ。で、まあ、そういう憲法の問題というのはですね、なかなかそのみんなの中に入っていきにくい。具体的な選挙、その総選挙なんかについてはですね、どういう議論、議員を選ぶかということについてはまだ身近な問題として考えられる。で、憲法の問題についてはなかなか感じられない人たちが多い。しかもこれがですね、なんとなくムードで、その先ほどその反中国が今トレンドになっている、世の中で中国はけしからんというムードの中で、この歴史的な経過がですね、十分にその理解されないままに憲法が変えられるというようなことが非常に危惧されるわけです。そういうことを可能にしてしまうような改憲手続き法になるわけです。まずその、憲法の改正運動を議論するにあたってはですね、なぜ今の憲法が生まれてきたのか、そして今の憲法がどこに問題があるのか、戦後の中でこの憲法がどういう役割を果たしてきたのか、どういう役割を果たしてこなかったのか、そういったような問題点を十分にみんなが理解して、そしてその投票がなされなければ、正確に、国民の意思が表明されることにならない、こういうふうに思うわけです。で、ここらちょっと話がその変わるわけですけど、奥平康夫さんがですね、亡くなった彼がその生前、特に晩年にですね、日本国憲法は未完の憲法だということを言っておられたわけです。未完の憲法というのは、日本の憲法は戦争に対する反省は一応ある、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意して、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定すると言っている。しかし、その戦争はどういうことで行われ、その責任はどう問われているのか、そして戦争以外に対するその賠償の問題、さらに植民地支配の問題、こういった問題について、その日本国憲法はまだまだ未完であった。それが今起きている歴史問題をめぐる近隣諸国との問題であるし、そして国内的には空襲の被害者に対する補償の問題と、個人の戦争以外の補償、この問題は入っていないという形で表してきているわけです。そしてもう一つは沖縄であるんですね。日本のいわゆる平和憲法といわれる憲法9条は沖縄のキリストの上に成り立っていたと。もうこれは連合国は日本の敗戦前から沖縄を切り捨てると、まあ、こういうことでですね、その政策を立っているわけです。そしてこの憲法を制定するための議会の選挙、昭和21年、1946年の4月のあの選挙、あの選挙において初めて婦人の参政権が、女性の参政権が認められたわけですが、しかしこの選挙において沖縄の県民の投票権は保障されていない、投票権はその奪われていたわけです。これはまだ沖縄はですね、日本から切り離されていないわけですよ。1952年の4月28日に発行したサムライス公約、この中で沖縄は奄美大島の避難が切り捨てられるわけですが、形の上では沖縄はまだ1941年の4月 の総選挙の時には沖縄は切り捨てられていなかった。しかしその総選挙において沖縄県民の投票権は奪われた。どうして沖縄県民の投票権を奪うのか、
こういう質問に対してですね、GHQ が許さないから、こういう答えしかしてないよ。沖縄県民各戦いに、後世県民に対して、特別の、格別の後輩、ご後輩を選ぶことを言って、太田中将の決別電報がありますけど、その決別電報に対して答えがですね、憲法制定を議論する議会の議員の選挙について、沖縄県民の投票権を奪うという状態であった。そして、1947年には沖縄メッセージがあったわけです。昭和天皇の沖縄を25年間から50年間、米軍が使うことは日米両国の利益に合致すると。これは皆さんよくご存知のように、そういうこのメッセージがあるわけですけど、このメッセージの中で重要なのはですね、これは日本国民のその合意に達すると、了解に達すると、こういう言葉がその中に入っているわけです。日本国民はそうするのが利益にかなうと、こういうふうに沖縄メッセージの中では天皇が言ったわけです。この前の日本国民というのは沖縄県民は入ってないわけ。そして日本国民は、大和の国民はですね、大和はそのことを容認してきた。まさに天皇陛下が言うように、日本の国民はこのことをその了解するだろうということを通りになってきたわけです。それが今の沖縄の状態であり、辺野古の米軍新基地建設の具体化の強行であるわけですね。そういう意味で、その未完の日本国憲法というのはですね、戦争責任、植民地支配の問題の生産の問題、そして戦争の被害者に対する保障の問題、もう一つは沖縄に対する米軍基地の問題、こういった問題がずっと戦後76年、放置されてきている。で、こういった問題を解決してから初めて、今の憲法は不十分性があるのか、あるならばそれを変えていこうと、こういう話になるわけだろう。じゃあそうじゃない、逆の方向において言っているわけ。もうここからは何をしろかわからないですから。樋口洋一さんがこういうことを言ってるんです。理念と現実の緊張に疲れて、理念を捨てるのか、それとも理念と現実の乖離を目の当たりにしながら、なお理念を説き続けるという、そういう格好悪さに耐えながら、現実を理念に近づける努力をするのか、それが問われている。まあ、こういうようなことを言っておられるわけですよ。本当にその通りだと思うんです。今、安倍、そして安倍昭恵政権、これをやろうということは、明治憲法どころじゃなくて、それにもっとひどい内容だと。まあ、こういうことを井口さんは言っておられるんですね。そして、井口さんはこういうことも言っている。日本の民主は新憲法を歓迎したと、特に戦争放棄の新憲法を歓迎したと。しかし日本の民主はそれを為政者に知るだけの力はなかった。連合国占領国との力を借りたわけではなかった。しかし何も絶望することはないと。ポツダム宣言第10項ここでも見ようと、こういうわけです。ポツダム宣言第10項公団というのはですね、日本国政府が日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除くすべし、言論宗教及び人の自由、並びに基本的人権の尊重は確立せられました。日本国政府は日本国民の間における民主主義的傾向の
復活、教会に対する一切の障害を除去すべし、復活ということを言っている。このポツダム宣言の起草者は、日本に民主主義的伝統があったということを知っていたんだ。その民主主義的伝統とは何かと。それは明治の自由民権運動であり、大正デモクラシーであった。そして、連合国、占領国が作った憲法草案は、その流れをこの、あの憲法会議、市民のね、鈴木康夫たちの、そういう流れを組んでいるものだと。まあ、こういうことを言っているわけです。私は、その箇所を読んだときにですね、体が震えてきた。そうかと。しかし、よく考えてみたら、それは嘘だと。明治の自由民権運動も、大正デモクラシーも、外に向かっては帝国主義だった。1915年の、第21条の要求と、あるいは1910年の韓国併合、その後の今の時代、今起きている時代を、まさにその頃のことに起因しているわけですけど、それは自由民権運動、そして大正デモクラシー、そういう中で行われたことであったのではないかということを思うわけです。そういったことを考えると、まだまだこの憲法については、十分に私たちはこの内容を実現してない、そしてこの憲法を十分に活用してない、十分にこの内容を理解してない、そういうふうに思うわけです。まあこの話はどこか他でもしたことがあるから聞いたこと人がいろいろと思いますけれど、憲法11条と97条です。今日は96条のことを言ってるからね、その隣のことも考えてるんですから。憲法11条は、国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法は国民を保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利、現在および将来の国に対して与えられると、こう言ってるわけ。97条はどう言ってるかというと、この憲法が日本国民を保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得努力の成果であって、これらの権利は過去生きたの試練に対、現在および将来の国に対して犯すことのできない、永久の権利として信託されたものである。こう11条と97条は交わされているわけです。これはなぜ11条に言ったことを97条でまたもう一回言っているのか。基本的人権尊重というのは憲法の核である。だから改めて憲法の祭り違いにおいてもう一回再確認しているのかなと思った。ところがそうじゃない。最初に示された GHQ のその憲法改正草案では11条と97条は一本のものであった。歴史的経過を踏まえて基本的人権を謳っていた。ところが人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、これ一体どこの国の話だ、日本の憲法なのかと。本当にこういったことが問題であるということでですね、日本の国会で議論したときには歴史的な経過を削ってしまった。それをまた GHQ に持っていったところ、 GHQ の方はですね、これは俺たちが考え出した非常にいい言葉だと、なんでこれを削るんだということによって再び入れたというわけです。それで11条と97条とに2つに分かれて、97条の方では歴史的経過を断っていると、こういうことがあると。何を言いたいかというと、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果だって、これらの権利は過去幾多の試練に対するのは、まさに今私たちが体験していることなんです。これからこの憲法を私たちが改正させなくて、この憲法を実践することをすることによって、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果だって、これらの権利は過去幾多の試練に対ということを、私たちは胸を張ってこの97条を
語ることができるようになると、こういうふうに思うわけです。最後になりますけど、韓国の憲法の前文と日本の憲法と考えた場合にですね、韓国の憲法では 3.1 独立運動、4.19 民主年、つまり日本の植民地派に対する抵抗、李承晩の独裁政権に対する抵抗、この2つが建国の礎になっているわけです。この地平に私たちが97条を実践することによって初めて到達することができると、そういうふうに私は思うわけです。こういうような議論はですね、憲法改正議論が入った時にこういう歴史的な沿革から語り、そして今何を考えるべきかということを十分に語っていくためにですね、60日間的期間でできるはずがないと、こういうふうに思うわけです。そういう議論を展開するためにも、この憲法改正手続き法については不十分性があるということを訴えていかなくちゃいけないんじゃないかと。ちょっと話は断線しましたけど、まあこのところで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。前半部分は改憲手続き法をめぐるその問題点、日弁連の、資料に基づいて、8項目でしたか、その問題点について、語っていただきました。で後半部分は、私たち改憲の96条改悪反対連絡会議の顧問でもあったわけですね、奥平康弘先生の、日本国憲法は、未完の憲法である。で、どういう観点が我々にとって必要なのかということについて、戦争責任の問題や植民地主義の問題や、そういったことについて内田さんから語っていただきました。これから30分程度ですね、質疑応答のお時間を取りたいと思います。質問のある方は挙手していただいてですね、まあ、30分ですので自説をここで朗々と展開されるというよりはまあ、ご意見言っていただいて構わないんですけれども、質問手短にですね、まあ、2、3分程度でご発言いただければありがたいです。この中で、まあ、今日何をなすべきかというテーマなんですけれども、ここに集まっている場合じゃないよっていうお話もありましたけれども、確かにそういう状況ではないということは常時承知の上なんですけれども、やはりこの憲法についてですね、我々よくよくやっぱり考えて、考えた上で行動していくということが、必要だと思うんですね。でそういう観点から、どういう質問でも今日は本会前に、お昼の行動参加された方何人ぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね、10人以上いらっしゃいますね。まあ、そこで の雰囲気なんかでも構いませんし、憲法というのは、はい、あまり救助が大事だということは考え思ってましたけれど、あまりこう身近にすごく考え毎日考えていくとかそういうことはなかったんですね。それで先週の憲法審査会にも傍聴したんですけど、その時もなんか弁護士で衆議院議員の方が憲法がなくても民法と刑法があれば十分やっていけるみたいなことを言ってらして、まあだから日常的に、憲法というのに守られてるっていう感じはあんまりなかったし、それは一つにはいろいろ守られてない状況があったから、憲法があるから
ここで守られてるっていうのはあまり考えなかったのかなと思うんですけど、それと一緒にその戦後は経済成長をしまして、それで例えば被害的なことは分かりますけど、加害的にどこかの国を侵略したとか、自分たちがどうかしたとかいうことはやっぱりこう見たくないし考えたくないし、でそのままで経過したっていうのはあったと思うんです。で先ほど幾多の苦難に耐えてっていうふうなことをおっしゃいましたけど、韓国とかそういうこと、そういうのは日本にはあったと思うんですけど、目立たなかったというか、それでやっぱり例えば労働争議ですとか国鉄の問題ですとか、そういうのも私なんか最近になってようやく知ったんですけれど、そこでも人権は守られてなかったし、そういう守ろうとしている人たちが潰されていったような感じがありまして、ただそういうのが過ごしやすかったというのはあるんですよね。経済成長してて自分に特に関係がないことはというのがあるんで、ちょっと言いたいことがまとまらないんですけど、今まで日本、それほど、すんなりと、来てたみたいなところで、このまま反対とかできるのかなみたいな感じがありまして、ちょっと質問がはっきりしないんですけど、そういうところで感想を。ありがとうございます。そうですね、日本国憲法を考えるとき、誓いが出しゃばってすみません日本国憲法を考えるときに、やはり日本に住んでいるかつて植民地支配をした、例えば在日朝鮮人や台湾の台湾の人たちとか、そういう人の存在もやはり合わせて考える必要があると思うんですね。で日本国憲法が発布される直前の最後の大日本帝国憲法の勅令として、外国人登録令というものが、発令されて、天皇の名によって、でこれまで植民地支配をした朝鮮人や台湾人やそういった方々は、今度は第三国人という曖昧な、日本国民ではあるんだけれども第三国人っていうような、これは石原元都知事がそういう差別発言をしましたけれども、そういう境遇に置かれて、でその後、51年に調印されたポツダム、サンフランシスコ講和条約によって、今度は外国人登録法というものができて、彼ら在朝鮮人のは今度は管理の対象にされてしまうという、だから日本国憲法から全くこう、除外されてしまう、そのような状態。それからあと内田さんがお話しされた、じゃあ沖縄の人たちがどういう状態になったかって、そういうことを私たちが歴史に遡ってよくよく、自分のことだけではなくて、植民地支配した人たちのことも合わせてやっぱり考えていくっていうことが、非常に日本国憲法を内容を豊かにしていくためにも大切なことではないかなというふうに私自身は思うんですね。とちょっと内田さん、何とかお願いいたします。いやおっしゃる通りですよすみません、しゃばって。どうでしょうか。憲法についてそれなりに勉強してきたつもりなんですけども、地域でいろんな活動をやって
例えばこの6月6日の日曜日にも川崎駅前でヘイトの集団が来るんで、カウンターの行動に参加をして、ビラなどを撒いてたんですけども、ヘイトはやめようっていうですね、何人か、そういうこと自体がおかしいっていうかね、そういうことで捨てゼリフが入っていく方が結構多いんですよね。で、これも従来から感じてきたことなんですけども、どうも日本の国民っていうのは差別とか人権っていう問題についての、認識っていうか問題意識っていうのは極めて希薄だなと。どうしてこういう状況が今作られてるんだろうかということにいつも思いをいたすんですけれども、内田先生、その辺についてどうお考えなのか、あるいは我々がどうそういった状況を変えていくためにどうしていけばいいのかというあたりをちょっと教えていただければ、はい、ご指名ですのでよろしくお願いします。そうですね、事実を知っていけば変わると思うんですけどね、少しずつね。やっぱりあまりにも事実を知らないという。で、私自身も、そうだったのかな、76になってね、ようやく分かるというようなことがいろいろあるわけですよね。で、そういうことを、やっぱり、ずっと本当に近現代史を、学校でおろそかにされていて、そして、先ほどの熊さんの話もあったけれど、憲法を日本人だけじゃなくて、このアジアの中の日本国憲法がどういう位置を持っていたのかということでこう考えていかないといけないんじゃないですかね。でとにかくそういう数字を把握した時についてもとにかく語っていくべきなんじゃないですかね。実は私去年の4月からですね、私田舎が愛知県の三河なんですけど、そこで地域紙でね、本当に保守の地域紙で東愛知新聞っていうのがあって、そこに月1回4センチぐらいこう自由に書いてるんですけどね、最初こう気にしながらこう書いてたんだけど、結構1年経って1年の約束だったんだけど、もう一年やってくださいって言われてですね、地域の自民党の議員からもクレームがつくこともあるらしいんだけれど、語っていけば、冷静に語っていけば分かってくれる人も結構出てくるんじゃないかなと思っているんですよね。とにかく私自身が日々、知りながら、そして語っていくことによって、自分自身もまたその中身が深まっていくというような気がしてきたりしてるんですかね。とにかく日本人はと言ってしまうと、もう出口がなくなってしまうわけで、日本人論に陥っちゃうと出口がなくなっちゃうんで、お互いに交流しながら話をしていくんじゃないんじゃないですかね。答えならない答えが分かってるんですけど、はい。ユニオンの活動に、関わっています、人権ということはなかなか分かってるようで分からないから、本当のところ憲法をよく分かってないんじゃないかと思いますけど、私が働いている時には、労働組合があって、創業があって、それなりに運動があって、女性の権利を守られて、これからもっと良くなっていくかなというふうなことだったんですけど、私は定年になって、今の中では、労働者の権利は
本当にないがしろにされているし、女性中で女性の権利は、本当にどんどん悪くなっているっていうふうに思います。それで、でも今の中でないがしろにされている人たちが声を上げて何とかしようというふうにしているんですけれども、その中で今まで、憲法とかって直接は考えないですけれども、自分の置かれた立場が理不尽だというふうに思う扱いをされていることによって声を上げようっていうふうになっていることは、今私も一緒にその人権とか権利とかそういうことを相手から奪われようとしていることによってこう学んでいくっていうか、なんとか自分たちのものにしようという声じゃないかというふうに思っています。だから直接憲法は分からなくても、その人権ということから入らなくても、そういった自分の置かれている立場がいいのか理不尽なのか、それでいいのかっていうことを思った時に回復していくっていうか、本当にどうあるべきかっていうことを考えて立ち上がっているっていうことは、先ほどおっしゃってたその未完の憲法の中身を作っていくっていうことにつながっているのかなというふうに思います。だからもし、そういったことでよければ、私たちも一緒に頑張れるかなというふうに思ってます。特に質問とかわからないので感想です。はい、そのことで内田さん考えられば、おっしゃる通りなんですね。憲法に規定があるからその権利があるわけで、権利があってその権利は憲法がそれを規定して保障しているということですね。例えば奥沢さんがここで言ってましたね、その表現の自由というのはね、そのみんなが誰もね、その聞いて心地よいと、そういうことを言うその自由じゃないんだと、そんな自由というのは何も憲法に規定しなくても当然認められてるんだと、みんなが聞いて心地よくないと、トゲのあるそういうことであってもそれがその役に立つこともあるんだし、役に立たないこともあるんだけど、そういったことも保障するのは憲法上の表現の自由なんだというね。だから憲法に規定があるから権利があるじゃなくて、権利があるからその権利を憲法が保障していると、まず具体的な活動の中で権利を確実し、それが憲法になる、こういうふうに思いますね。はい、他に職は JR 職場で、57歳でなんとか便利になります。今日パッとこう見渡してその職場生産点で現役でやられてるという人はそんな多くないんだろうというふうに思っています。今職場を見ると、先ほどの方もおっしゃってましたけど、若い青年たちは権利意識を行使するというよりも隣の仲間がライバルで、なんとかそいつらよりいい条件を勝ち取るために一生懸命競争に走らされている。我々若い頃はその総評あって、心も強かった、皆さんと共闘しながら、いろんな人民、朝鮮民族の人や、中国の方たちと若い頃からいろんな、ことで、交流してきました。で、職場の中でも、憲法28条のいわゆる団結権の問題で、職場では労働組合の同じバッジをつけて、団結を高めるというふうな運動をしてきたんですけれども、やっぱその憲法を生かすもの殺すもですね、やっぱ力関係だというふうに思ってます。というのは、国鉄が分割民営化になって圧倒的に労働組合の力が弱まった時に、会社はその就業規則の中身で日々、僕らに処分を加えてきます。で、国鉄の頃は全くそんなことなかったんです。労働組合の力が強かった、だから憲法23条にも、28条か
に守られてる団結権というのが行使できたんだけれども、それがあっという間にできなくなったんです。で、毎年毎年処分を繰り返されているうちに、だん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 その兵糧攻めっていうんですかね、我々、国鉄労働組合自体もだんだん力を失っていくというか、なかなか声を上げられる人が少なくなってきました。そうなるとどうなるかというと、やっぱそれを見てる若い人たちも労働組合に入っても無理なんじゃないかというふうなことを感じさせてしまうんで、この憲法の問題を考えるというのは何でもそうなんですけど、我々自身がしっかり力をつけて、やっぱ体制側にものが言えるとか、体制側をちゃんと見張るための憲法を作っていくというふうな心構えを高めなくちゃいけないなと、今日は勉強させていただきました。ありがとうございます。おっしゃる通りだと本当にね、昔日本も今総領っていう言葉があったぐらいでね、総領のトップが、日本の首相とトップ交渉をやるような時代があったわけですね。どうしてそこがこうなってしまったのかと本当にそう思いますよね。国鉄解体、総領解体、そしてそのうちに弁護士会解体というようなことも変えないね。どこでその反転攻勢の機会を作るかと、本当にこう難しい問題だなと思いますけど、どっかでやっていかない限り本当にずるずるいってしまうと思いますね。先ほど司会者の方から国会に、行動に行った人はどうのこうって、私もずっと連日行ってですね、で先生も今日初めにですね、憲法審査会の話から入ったんですけど、安倍政権の時にですね、これだけやっぱり圧倒的、安倍政権の強い中、議員も会見議員も多い中、憲法審査会の開催を、止めてきた、そしてこの会見を止めてきた、それが菅政権になったからってこともありますけど、菅政権に切り替わってからなんでこう簡単に、憲法審査会が、まあ、それで立憲がある程度約束した、開催で約束したってこともありますけど、なんでこんなにいっちゃったのか。そして私連日、国会でいろんな院内集会出てるんですけど、立憲民主党のトーンがすごく低いんですね。結果的に一部賛成したとかね、いろいろありますけど、昨日の土地、重要規制法案についても、神奈川の安倍智子さんがね、なんか照れるような挨拶をしてるで、ね、そして、今日の柚木さん、今日出てました、柚木さんは頑張ってるんだろうけど、やはり立憲民主党の立場からがね、なんか歯がゆさをですね感じてる。これじゃね、政権交代政権交代って私たちも言ってますけど、政権交代してまたね、かつての自民党政治を目指すようなね政治されたら困っちゃう、そういう不安もありますんで、まあちょっと余計なこと言いましたけど、憲法審査会がなぜこうもですね開催され、どん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 行っちゃうのか、それについてちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。いや、それは何とも答えようがないんですけど、ただ非常にそのあれだよね、今日本社会全体がその反中国というようなことで、こう非常にこうそういった今の自民党的な政権の方が通りやすいような状況に安倍政権の時以上になっていると思いますよね。でこれは実際にその今の中国 その政府の大きい問題があるわけですけども、あるわけですよ。やっぱりこういう関係というのは外国のはその民主同士の関係ということだと思うんですかね。そういう交流する中で変えていかなくちゃいけない。まあそれがすぐできるのかどうかは別として、そういう方法しかないんですよね。政権同士、国家同士はいろんなことでそのどうしてもあるわけです。民主同士はそこを理解できると思います。はい、今日参加されている方はほとんどソ連があった時代に、ソ連が悪の帝国だっていうことを言ってですね、それから2002年に日朝平壌 の首脳会談を行われた時は、それ以降拉致問題が発覚したということで、朝鮮叩きがガーッと出てきて、悪の枢軸だって、で今は反中国っていうような形で、だからそのことを皆さんもずっと経験されてると思うんですよね。だからもういい加減そういうマスコミが
流すキャンペーンに上司そのまんまどっぷり浸かるんじゃなくて、これおかしいっていう意識を持ってマスコミ報道なんかも批判的に見ていくことが本当に大事な、試される、そういう時になってるんじゃないかと思いますよね。それじゃあ、はい、質疑応答の時間はこれぐらいにしまして、最後に本日の集会の、閉会の挨拶と、それから私たちいつも労働者らしくですね、団結頑張ろうで集会を終えています。今日会場がこういう形で狭いですので、あんまり大きな声で頑張ろうというふうには言えないですけれども、でも、気持ちはそういうあれを持ってですね、最後やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。閉会の挨拶は会見の96条改悪反対連絡会議の事務局の小林春彦さん、元国労千葉地方の委員長でした。よろしくお願いします。どうもご苦労様です。今日会場なりね、日程が二転三転する中で、こうした昼間開かざるを得ないという中でもほぼ満席に近いということで、人数的には50名を超えているということで、成功したというふうに考えています。それだけ今憲法が危ないという、ね、危機感もあって、こうしてなっていると思います。で、憲法審査会が今開かれていますけれども、千葉出身の小西一見、彼は本当に憲法に対してしっかりした考えを持ちながら、一見主義とは何だということで自民党とやり合ってましたけども、そういう基本的な、要するに憲法が、権力者を縛るんだというところの議論をして、だから真っ向から対立して結構いい議論をしているようだったんですけども、そうは言ってもですね、数で押し切られるという、今日の強行採決はなくなったようですけども、11日にも強行採決がされるだろうという、そういう情勢を迎えていますけれども、内田弁護士から大変中身のある私たちがしっかり憲法を心に刻んでですね、行かなきゃいけないということも言われます。ツイッターを見ますとですね、100年議論してろと、要は平和憲法を壊すなということで、そういうツイッターだとか、要するに自民党はどうしようもねえなと、要するに議員の劣化がひどいというようなのもありました。それがゆえにですね、私たちは今日ここに集まっている人たちは平和憲法を守ろうと、で何としても自民党の、改憲策動を阻止しようという気持ちが、一層湧いただろうというふうに思いますし、数で押されてもですね、まだまだ決定的ではないですから、運動をですね、強めながら手を取り合って、阻止をしていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。それでは団結頑張ろうを行いたいと思いますので、団結しろい。憲法手続き法案を阻止し、平和憲法を守り、生活と政治に生かしていくためにも、本集会結集した仲間は団結して頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。どうもありがとうございました。